今度の休みはサイクリングがしたいな。自転車欲しいな。あなたは何がしたい？ハロステ、今回のお相手は椿ファクトリーの朝倉キキとビヨンズ天森川海の前田心の2人でお送りしていきます。ハロープロジェクトの最新情報をご覧のあなたと一緒に見ていこうという番組です。最後までお付き合いお願いします。はい、ということで最近の椿ファクトリーですが、私たち椿ファクトリーは現在春ツアーを行っているんですけど、結構全編通して体力を使うツアーになっているので、あの私的には体幹を鍛えようと思ってて。素晴らしいですね。お尻を中心に現在鍛えています。はい、どうですか。はい、私たちビヨンズ天森川海はただいま、うん、あの舞台、初主演舞台の稽古の真っ最中なんですけど、はい、私はあのブルーという女の子の役を演じさせていただくんですけど、うんうん、あの地下鉄と天の森川海は全員アリスの役なんですね。アリス、はい、で私のキャラクターはあの宝塚の男役の方みたいなイメージでやっていて、女の子だけどちょっと男の子よりっていう、はい、へー、ビヨンズのミオちゃん、平井美穂ちゃんはあの宝塚が好きって言っていて、うんうん、なので美穂ちゃんにこう宝塚の方の座り方とかだったりをこう教わったりして頑張っています。おー、かっこいいですね。どんな舞台になるのかすごく楽しみなんですけど、心ちゃんは初めてかな、はい、春ステの MC は初めてです。お、めでとう。緊張してます。ということで、じゃあせっかくなので、はい、心ちゃんのことを知らないっていう方にもね、知っていただくためにライブやコンサートでやっている挨拶を、はい、ぜひやってもらえたらいいなと思います。はい、埼玉県出身、高校2年生16歳の前田心です。よろしくお願いします。すごい、16歳なんだ。16歳です。私18歳なのでちょっと2個年上なのかな。そうですね。すごい、なんか心ちゃんはすごくしっかりしてるイメージがあって、結構研修生、ハロプロ研修生の同期の子たちともなんか一緒に活動してるところというかパフォーマンスしてるところも見るんですけど、本当になんか群を抜いて一人だけなんかすごいしっかりしてて、なんか可愛い一面もあるけどなんか本当に大人っぽいっていう印象を私は持っててですね。そして髪の毛もね、ロングだった髪の毛をバッサリ切って今ショートカットになっていて、本当に男の子っぽくてでも可愛い笑顔は、そこのギャップに私はやられています。なんか研修生に入った時にこうちょうど椿ファクトリーさんにこう朝倉さんがなられて、なのでなんかこうすごく先輩というイメージです。でもなんか結構話しかけてくださるですね。心ちゃんってこう話しかけてくださるので、なんか結構親しみやすい、こう話せる先輩です。嬉しいですね。ということで今回はこんな2人でお送りしていきます。あの突然ですが、はい、私ずっと空手をやっていたんですけど、うん、朝倉さんは空手のことを知っていますか？なんか正直全然わからないんだけど、うん、押すっていうのは知ってる。あ、なんか返事をするんだっけ、あれ。そうです、押すって返事をします。え、それってさ、今できたりするもの？はい、できます。じゃあ前田心ちゃんって言ったら押すって言ってください。いきますね。前田心、押す。おー、かっこいい。恥ずかしい。え、他に何かないの？なんか空手の言葉というか、挨拶というか、うん、あの気合を入れるときに、うん、えいって言います。あ、じゃあそれもお願いします。はい、あ、じゃあちょっと、うん、ここでちょっと正解を、はい、見てますね。はい、はい。すごい、ちょっとしびれる、しびれる。かっこよすぎて。いいですね。かっこいいです。では突然ですが、ここで朝倉さんに問題です。はい、空手には組手と呼ばれる2人が1対1で対戦する競技と、もう一つ競技があります、はい、それは何だか分かりますか？なんだろう。正解は1曲聴いた後で。おっす。Thank you.
まくって、ルーフも立ちまくってサウンドバスなんてか、最近の曲は一人で歌うで、息する場所ないと行こう。熱いハートがやってくる、みんなのテンションもそっと上がってくる、アップビートに身を任せたらさあごめん、ジャン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 、熱いカフェが邪魔する、君のシャッキーなハート壊してやる、一人ぼっちで夢にいるならおいで、ジャン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 、今夜は熱い街にするぜ、一人で駆け抜けて涙が止まらなくて、まぶたが分厚くなったが、誰かに話せば心がぼやぼや、不思議となくなるぞ、いざ熱いハートがやってくる、みんなのテンションもそっと上がってくる、 Just a little bit テンポ合わせてそこでジャン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 、熱い信頼を寄せてる、友となんでもかんでも語りない、今回は宮沢マリーさんがギターで参加してくれてるの、ほんとすごいね、これがひなふちゃんスペシャルコラボ、コラボ熱い熱いね、だからうちのほのかちゃんもいつもより熱くピアノ弾いてます、満開の桜を吹き飛ばすくらい、今日はブラーの方も協力いけてるし、でもこっからが最後のお約束、この曲はこの後が最も盛り上がるようにできてるの、みんな準備はいい、最後のサビいくよ、熱い熱いがやってくる、みんなのテンションもさっと上がってくる、アップビートに身を任せたらさあごめん、ジャン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 、熱いカフェが邪魔する、君のシャイニーなハート壊してやる、一人ぼっちで家にいるならおいで、ジャン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 、今夜は熱い祭りにするぜ、みんなで熱い祭りにするぜ、元気だった？問題のおさらいです。空手には組手と呼ばれる2人が1対1で対戦する競技と、もう一つ競技があります。それは何だか分かりますか？でもどうだろう、何かありますか？ヒントとか。ヒントですか？ヒントというか、でもね、もう考えたから大丈夫。はい、行ってみますか。うん、出しますよ。それでは、はい、桜さん答えをどうぞ。はい、バット折り。おお、バット折り。バット折り。どうしてそう思われたんですか？テレビで見るのがそのね、バットを折ってるところなんですけど、それが強い、印象が強いですね。そのバット折りの印象。空手イコールバット折りみたいなね。はい、違いますね。違いますか？はい、正解は型でした。おお、型。はい。型と呼ばれる競技で、仮想の敵に対する攻撃技と防御技を一連の流れとして組み合わせたもので、審判による採点で勝敗が決まります。へー、型って言うんだね。はい。バット折りはさ、ちなみにやったことある？バット折りはないですね。あ、ないのか。瓦あり、瓦割りはしたことあります。硬いよね、瓦って。そうですね。拳で、ここで。そうです、拳でドン。すごい、かっこいいですね、本当に。ありがとうございます。
はい、私が型を披露した動画がおまけチャンネルにアップされていますので、はい、まだ見てないよって方はぜひご覧ください。はい、たくさんの情報ありがとうございます。ハロステまだまだ続きます。ためながしおんです。2004年2月9日生まれ、水亀座です。長野県出身です。不明です。153センチです。しおんちゃん、しおんぬ、ためと呼ばれています。真面目でいつも全力だねとよく言われます。私は全然わからないです。お笑い鑑賞とドラムを演奏することです。音楽です。みんなで力を合わせて合唱するところが好きです。細い指です。お米を美味しく炊くことと肩もみを上手にできることです。最初に半分の水の量で、洗って、そっから普通に2回洗うと美味しくなります。たらこスパゲッティです。黄色です。京都に行って抹茶のデザートやお菓子をお腹いっぱいに食べたいです。猫派です。昔猫を飼っていたことがあるからです。お水です。人間は水分がないと生きていけないからです。駅に貼ってあったオーディション募集のポスターを見て興味が湧いてオーディションに応募したのですが、落ちてしまってとても悔しかったので、研修生として活動してたくさんのことを学びたいと思ったからです。モーニング娘さんのマジでスカスカです。とても明るいところと落ち込んでいたら気分が上がりそうだからです。元モーニング娘のさやしりほさんです。さやしさんのオーラや不思議な魅力に心が奪われたので、私もそんな風になりたいと思ったからです。マラソンと長距離走は誰にも負けません。おじいちゃんの趣味がマラソンで、よく練習に付き合ったりしているからです。 MC が苦手なので、研究して上手くなってたくさんの方に愛される人になりたいです。エアドラムをします。私のパフォーマンスを見て皆様が笑顔で幸せになれるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。続いてはハロステチャレンジ。ハロープロジェクトのメンバーがこのスタジオでできる何かに挑戦していくコーナーです。今回私たちが挑戦するのは食レポです。おー、食レポやったことありますか？私はあんまりないですね。ねえ、ないよね。私もちょびっとしかないんですけど、はい、もう全部表情で伝える。そうですね。あ、おいしいっていう、ちゃんと言葉で伝えられるようにしたいですね。今回ご用意いただいたのは、京銘茶茶遊堂さんのわらび餅と堀井七面園さんの抹茶入り玄米茶です。わー、もうすごい美味しそう。美味しそうですね、はい、私抹茶大好きなので。あら、よかったですね。はい、楽しみです。はい、さてさて、食レポのルールです。持ち時間1分で1人ずつ試食しながら食レポを実施します。商品情報をうまく交えながら上手に味を伝えてください。ということで、
どっちからやる？先に。じゃんけん。じゃんけんね。じゃんけんしようか。いきます。最初グーじゃんけんぽい。あいくしょ。勝ちましたね、はい、ではそれでは前田心ちゃんの試食、はい、チャレンジスタート。いただきます。お、始まりましたよ。お茶からいただきたいなと思います。お茶からなんですね。もうここら辺でも香りが、うん、お、すごい。あ、確かにしてきますね。いいですね。いただきます。なんかゆったりとした気分になりますね。はぁ、すごい、なんだろう、うん、濃いですね。あ、お茶が、お茶の味が濃い、うん、はい、いいですね。こんな感じです。そして、はい、わらび餅、お、いただきます。来ました、わらび餅。あ、もうプルプル。あ、わらび餅してますね。許すだけで本当にいいですね。よし、いただきます。はい、うん、うん、食感もプルプルで、おお、プルプル。すごい抹茶の味が、うん、きなこの抹茶ですかね、はい、味がすごく、5、4、味が濃くて、2、美味しいです。終了わりました。なんかね、すごいプルプル感伝わったの。お皿揺らしてたしね。それでは続いて私が行きたいと思います。はい、それでは行きます、うん、朝倉さんのチャレンジスタート。はい、いただきます。では、あらび餅から。お、もうやばいですね。ほら、持っただけでプルプル。いただきます。あ、いただきますよ。なんだろう、うん、あのね、なんかもっちりっていうよりかは、食べたらすぐもうスッと、あ、溶けちゃう。食堂の中に入ってく感じで食堂、食堂っていうか、入っていく感じで、なんだろう、お茶も味も濃いので本当にまだ残ってます。食べたけどすごい後味が、後味、うん、じゃあ続いて玄米茶、いただきます。おお、なんか深みのあるお茶で、なんだろう、玄米茶プラス抹茶入りだから、また新しい味がここに生み出されてて、本当にとても美味しいですね。はい、終了。ちょうど言えました。ぴったりですね。ぴったりですね。どうでしたか？深みがすごいっていう、うん、なんかそういう新しいワードがこう、うん、参考になりました。おー、よかったです、はい、使っていってください。ぜひ使います。深みがある、はい、はい。でもね、とにかくやっぱ美味しかった。そうですね、美味しかったです。なんか心が落ち着く味というか、なんか家でゆっくり食べたいなってすごく思いました。あー、食べたいです ね、 ね。今回紹介した2つの商品はE ラインナップモールでご購入できますので、気になった方はぜひご覧ください。ハロステチャレンジ、今回のチャレンジは食レポでした。ヒナ、ヒナ、ラスト、ヒナ。オーケー、それでは続いてはこちらの曲。
動物だった私が絶対悪いのに彼はあ、ごめんな、大丈夫？はい。でものすごく優しくて大丈夫。私がいつでも味方するよ。ハロステ、そろそろお別れのお時間となりました。最後に何かお知らせはありますか？はい。4月19日より、ビヨンズの初主演舞台、演劇女子部不思議の国のアリスたちが、全労祭ホールスペースゼロにて行われます。そして、ハロープロジェクト研修生発表会2019春の公開実力診断テストが5月4日に中野サンプラザにて行われます。ビヨンズもゲストとして出演させていただくのでぜひお越しください。そして椿ファクトリーは現在椿ファクトリーライブツアー2019春ランマンが開催されています。ぜひお近くに来た際はお越しくださったら嬉しいです。さらにオフィシャルブックも発売されているんですけど、ここでしか見ることのできない椿ファクトリーのあんな顔やこんな顔などレアな内容になっていますので、ぜひこちらもご覧ください。さらに椿ファクトリーも6月に舞台をやらせていただきます。演劇女子部遥かなる時の中で6ガイデン黄昏の仮面というタイトルになっています。ぜひお越しください。ということで今回のお相手は椿ファクトリーの朝倉キキとビヨンズ雨の森川美の前田心でした。さようなら。こぶしファクトリーの井上玲です。これからご覧いただくのは4月24日発売のこぶしファクトリーの7枚目のシングルから春うららのミュージックビデオです。この曲はこぶしファクトリーには珍しい繊細な曲で、曲中にはメンバーみんながコーラスやハモリをしているので、そこにも注目して聴いていただきたいなと思います。そしてミュージックビデオはですね、みんなの切ない表情だったりとか、桜が満開な景色だったりとか、あとは歌詞に合わせてちょっとした演技もしているので、そこにも注目して見てみてください。それではご覧ください。どうぞ。
ループレー。